シマユキかずら族ピリオスティジャは、アジサイカに含まれる分類群の一つ。過剰には装飾下がなく、花弁はくっつきあって、開花直後に脱落する。常緑性の藤本。茎の下面から多数の気根を出し、岩や樹木によじ登り、よく枝を出す。枝の断面は円形で、下側丸くて、海面上だが後に消失する。洋根は、 半円形でいかんたバートが三つある。葉は耐性し、卓葉はない。葉は、傭兵があり、陽心は、角質、単葉で、縁は、滑らかか浅い巨子がある程度で、右上の葉脈がある。果女は、枝の先端につき、円錐状になる。花柄の基部にごく小さな筒が一つあり、これによく似た形の付属物がさらに果樹軸と花柄に、まばらに生じる。 花はすべて両生下で、放射層状、四数星か五数星。額は、脂肪とくっついて、花筒を構成する。額列片は4から5で、瓦が重なるように配置する。花弁は敷石状に並び、4から5枚あるが、帽子状にくっついて開くことがなく、開花直後に脱落する。融水は8から10本あって、花筒の上の円につく。花糸が細くて長く。 花弁がないために花で目立つのはこの部分である。脂肪は開花半開。4から6個の心側があって4から6質。歯水は先端が太い円柱状で先端の中等は円錐型に膨らむ。中等は4から6に裂けている。果実は果て、あばらが発達しており、そのあばらの間で裂ける。種子は多数。本属は東アジアからヒマラヤに分布し、 三種が知られる。日本には以下の一種のみが知られる。アジサイカのものは心側の数だけ家中があるのが普通であり、本族のようにそれらが一つにまとまる例は多くない。岩柄未族はこの点では本族と共通しており、またこの族のものも花弁が防止上に融合し、開花直後に脱落する。この二族は互いに禁煙とされる。違いとしては、 本族が装飾下を持たないことなどが挙げられる。やはり禁煙で装飾下を持たないものとしては、デクマリア族ディキュムリーヤがあり、これは中国と北、アメリカに一種ずつを算する。ただしこの族では7から10枚の花びらがあって、開花時には平らに広がる。また遊水が20から30本にもなる。AB、ピリオスティジャトーピコース以下、主として、サタケホカ、 P165 オーバー、P290 若林、P298 ありがとうございます。